こんにちは、イルオーガニックです。今日は最近買ったもののお気に入りだったり、別にお気に入りじゃなかったりするんだけれども、とにかく最近いろいろ買ったものがどんどん溜まってきたので、またご紹介をしていこうと思います。後ろにバーッと並べてるんですけど、最初はこちらです。これすっごい可愛くないですか？めちゃくちゃ可愛くないですか？インスタでおすすめで流れてきたんですよ。可愛すぎると思って買ったんです。いくらだったかな、5000円ぐらいだったと思う。別にアマゾンとか楽天とかない独立したショップさんだったんですよね。前ね、そういうところでベッドを買って詐欺被害に遭ったことがあってお金を取られたことがあって、ベッド届かなかったっていうことがあって、何万円かね。それでちょっと慎重になって、そういう可能性があったら嫌だなと思って、カードとか銀行振り込みとかが嫌で、商品到着後のコンビニ振り込みみたいな形を選んで、でもちゃんと届いた疑ってごめんなさいって感じでさ。可愛くないですかこれ、ほら超可愛くないですか？めっちゃ可愛いの。お気に入りもお気に入りって感じ。この夏大活躍だと思うし、なんか大切に使って長く使いたいと思ってます。形がすっごい可愛いと思ってて、なんか製造の過程でいぶすらしいんですよ、このなんていうの、糖みたいな。でなんかいぶされた匂いみたいなのがする。この夏一番のお気に入りバッグだと思う、これは。次はこちらです。じゃじゃーん、マーシャルのねスピーカーをね買ったんですよ。これはアマゾンで買ったと思う。もう2ヶ月ぐらい経ってるんですけど、超世界的に有名なオーディオブランドですけれども、かっこいいね。息子がマーシャルのノイキャンのイヤホンを買ってて、マーシャルのってかっこいいなと思って見てたら、白いタイプの小さいスピーカーと、もっと大きい中型みたいなスピーカーとあって、まあうちすごい狭いので、こういうちっちゃいスピーカーで十分だと思うよって息子に言われて、そうだよねって言ってこっちを買ったんですけど、音はねわからない。私音のこととかわからない人間なんですよ、本当に全然わからないの。だから何とも言えないんですけど、息子の部屋では JBL のスピーカー、同じぐらいのサイズ感のを使ってて、そっちの方が音はすごいクリアだなと思って、こっちのマーシャルの方がすごい音こもってるなっていう感じは、息子と2人で聞き比べてそう感じるよねっていう話したんですよ。だけどもしかしたらこっちの方が重低音が効いてるとか、そういうのはあるのかもしれないから、ちょっとわからないです。私はでももう見た目、顔が好きっていう感じだからこういう軌道、こういう軌道音がするんですけど、もうすごい可愛いなと思ってて、中型の大きい方もすっごい素敵だなと思ったんですけど、こういうちっちゃいのって本当に家中どこにでも寝室に持って行ったりとか、洗面台に持って行ったりと、持ち運べるのがいいなと思って、お家がねすごい広い方はもっと大きいタイプのがいいかなと思って、これは本当にすごい気に入ってる。オーディオ機器つながりなんですけど、これはね買ったんじゃなくていただいたんですけど、ハウスオブマーリーのイヤホンです。これもすごい気に入ってて、ボブマーリーの息子さんとか、そのボブマーリーの子孫というか家族の皆さんが展開されているオーディオ機器ブランドで、ハウスオブマーリーっていうサステナブルなんですよね。リサイクルプラスチックとか竹とか、リサイクルされたアルミニウムとか、今後リサイクルできる素材とか、そういうものを使って作られてるイヤホンで、音もめちゃくちゃいいって、息子もね、うちの子ね今高校3年生ですけども、音が出るものに対してすっごい情熱が強いタイプで、もうたくさんバカじゃないのっていうぐらいイヤホンとかスピーカーとかを次から次に買うんですよ。これはこういう音で、これはこれがよくってとか、私はもう全然わからないっていう感じなんですけど、息子に使ってもらったらすごい音いいねこれって言ってたので、音もちゃんといいんだと思う。可愛いですよね、すごい。これは今ねお気に入りになってます。次はねタオル、このタオルをちょっと紹介したかった。すっごい気に入ってるから、もう本当にご紹介したくて、早くこのビデオを撮りたかった。みんな買ってって感じで、これオーガニックコットンなんですよ。でもね1枚300何十円とかぐらいなんですよ。私はベージュが好きなので自分用にベージュと、息子は黒がいいって言ったけど、チャコールしかないって言ったらチャコールでいいって言ってたから、自分のと息子の買ったんですけど、とにかく人気でいつも売り切れてて、楽天ってさマラソンとかさ、なんやかんやスーパーセールとかするじゃないですか。そうするとやっぱみんな欲しいものをその時にパーって買うから、とにかくいつもなかなか買えないんですよこれが。だからある時に予約しといて買うっていう感じなんだけど、金額と見合ってないぐらい質がいい本当にこれは買ってみてって感じで、タオル買い替えたいっていう方ぜひって感じなんですけど、福岡の会社だ100% オーガニックコットンのねタオルですから、バスタオルとかいろんなサイズ感あったと思うんですけど、バスタオルも買いたい。これもちょっとリンクを貼っときますので、ぜひ皆さん買ってみてください。
には別にお気に入りじゃないんですけど、なんていうものこれ、マービス、すごいこの歯磨き粉って人気だと思うんですけど、なんでそんなに人気なんだろうと思って使ってみたくって、ずっとで今回買ってみたって感じで、結果的に使い心地は確かにめちゃくちゃいいけど、もうその普通に歯磨き粉として気持ちいいって感じだけど、何がそんなにいいかちょっと分かんなかったんですよ。成分も化物が入ってないのかな、優しめではあると思うんですけど、ラウリル硫酸ナトリウムとか入ってるし、超絶ナチュラルで硝酸に値するってほどでもないと思うんですよ。だからこれってやっぱりパッケージがすごく可愛いからきっと人気なんですね、多分ね。六本松の最初店で買ったんですけど、2530円税込みって書いてる。私は別にアイハーブで1000円ぐらいとか1000円切るぐらいの歯磨き粉買いたいなって思いました。すっごいこう見た目に惚れ込んだりしたら買う価値がある歯磨き粉です。でしょうなって次がネイルなんですけど、これはね、視聴者様がおすすめしてくれたおさじのネイルリムーバー除光液ですね。私が除光液なくなったから買いたいって、なんだったか、コゼット処理のを使ってて、アセトンフリーのがよくって、無印のは何回もリピートしたことがあって、最近はコゼット処理のを使ってて、でなくなったからなんかいいのおすすめないですかって言ったところ、おさじのがいいですよっておすすめしていただいたので買いました。瓶ですこれ。それとその時に一緒に、これはね、おさじのネイルカラーの横顔っていう名前、かわいいよね。おさじは全部名前が本当に奇跡的にかわいいと思いました。オレンジっていうほど、オレンジとゴールドの間ぐらいの色だと思う。すごい可愛い色です。今私爪何も塗ってないんですけど、それとさっきの歯磨き粉買った時に、アンドイズモのネイルカラーもすごい私以前から気になっていたので、これは何だろうか、真珠貝っていう色かな、変更パールみたいな感じのを買ったんですけど、アンドイズモはね、すっごい気になりすぎてて、すっごい使ってみたかったんですよね。これの特徴は、なんかほとんどが水でできていて、お湯で落とせますみたいなネイルカラーなんですよ。だからお風呂入ったりしたらペラペラペラってむけちゃうの。だからそれが逆にいいと悪いとあるかもしれないけど、爪にすごい優しくって、ペラペラペラってなったのをペリペリペリって剥がないといけないって感じなんですけど、溶けて流れるっていう感じじゃなくて、ペローンってなってくるのを自分でこうペリペリって剥ぐ作業がいるって感じだけど、使い心地はすごい優しいと思って好きだなと思ったし、おさじのこっちのカラーもすっごい可愛いなと思って両方とも気に入ってるし、これは使ってみて本当に優しいっていうのがよく分かったので、これもまあおすすめできるなって思いました。次が花オーガニックさんのものをまた2つ新たにご紹介したいんですけど、こっちが全身シャンプーのピュアリシャンプーっていうもので、こっちがね、洗顔のね、ピュアリキューブっていう石鹸なんですけど、もうこれ本当にすごいおすすめだから、見てください、超絶可愛くないですか。これね、切ってるんですよ。というのが、これすごい本当に純粋にナチュラルな優しい成分だけで作られてる石鹸だから、そういう石鹸ってお風呂場に置いてたりすると溶けて消えてなくなるじゃないですか、謎に。あの現象がやっぱり起こりやすいです、すごい成分がナチュラルなのでっていうことだったので、ハナオーガニックさんの方がね、教えてくださったのが、こういう風にね、切ってね、ちょっとずつ使うのがね、すごくおすすめですって。大きいまま使うと溶けちゃうからっていうことで切ったんですよ。もうこれが本当によくって、朝も夜もこれがいいぐらいこれが好きになってきちゃった。私今までピュアリクレイっていうチューブタイプのを使ってて、脂性肌の方とかさっぱりが好きとか、夏とかはねピュアリクレイいいと思うんですけど、もうしっとりがいいとか、年齢がちょっともう私みたいな方であったりとか、肌をしっとり洗いたいっていう方にはこのキューブがすっごいおすすめで、低温熟成して作ってる石鹸なんだって。もうめっちゃくちゃいい香りするし、美肌石鹸って感じです。超超超おすすめ。もっと早く使えばよかったって思うぐらい超おすすめ石鹸。こっちのピュアリシャンプーは全身用のボディウォッシュなんですけど、これはね、超高価。これはね、5000円ぐらいするんですよ。250g で5000円。だから成分がそれだけ良いっていう、本当にオーガニックにこだわって、良い成分だけをギュッ。と濃縮して作っている全身用のシャンプーだと思うんですけど、私は本当にこれは特別癒されたい時とか、すっごく気分がいい時か、すっごく気分が悪い時本当に今日はこれがいいって思った時、明日何かある時とかね、普段使いは全くしてないって感じなんですけど、もうめっちゃくちゃいい匂いなんですよ。あまりにもこれとこれが好きすぎて、こっち3000円ぐらいかな、こっち5000円ぐらいだと思うんですけど、友達のあんちゃんに、星のライブとかで一緒にインスタライブしてくれたりするあんちゃんに、彼女オーガニック友達で、オーガニックの食べ物とか美容のものとかをお互いに不定期で突然送りつけ合うっていう
そういうコミュニケーションをしてるんですけど、絶対使ってと思って両方ともあんちゃんに買って送りました。そのぐらいめちゃくちゃ大事な友達とか、美容にすごい熱心な友達とかに送りたくなる素晴らしいこの2つですので、ぜひまだ未体験の方はちょっとだけお財布の紐を緩めてそれと別にもう一個洗顔を買って、それがこれですね、プロダクトの洗顔です。これはねすごい前から気になってて、これもどこで買ったんだったか忘れたんですけど、ネットで買ったのかな。フェイシャルクレンザーで、なんかね粉が入ってるんですよね、こういう感じで薄ベージュので、これはね臭いです、草薬草みたいな、うん、これを手にファサって出して、ちょっと水分をこう入れて、トロトロになるとか練り状になるとかいう感じじゃなくて、水分を足してザラ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 させながら使う感じなので、どっちかっていうとスクラブっぽい感じだなって思いますけど、これもまあいい洗顔だなと思って、この洗顔ってすごい以前から人気が高いと思うんですよ。それでずっと使ってみたかったのを今回使ってみたって感じなので、あ、いいなって思いましたので、これも私そのタイプなんですけど、肌がこう時々ザラついてくるのが気になって、どうしてもスクラブしたいっていう気持ちになりやすい肌質の方はすごいおすすめできるなって思いました。これも USDA オーガニックなので完全にオーガニックです。で、そのあんちゃんがねおすすめしてくれたバーム状のハイライトがあって、それがこれです。これなんですけど、あんちゃんもすっごいね美容が好きだし、ナチュラルとかオーガニックのもの大好きなんですけど、エトボスのミネラルラディアントスキンバームっていうものなんですけど、この練り状のツヤを出すハイライターっていう感じで、すごいこれも使い心地が良くって、今気に入ってねよく使ってます。ニュートラルピンクっていう色なんですけど、どっちかっていうと色が出るっていうか、もう単純にツヤってするって感じなので、潤ってる感じに見せたいとか、ツヤツヤってした光をこう仕込みたいっていう時にすごくいいなって思います。これめちゃくちゃ良かった。どっちかっていうとさりげなく輝かせる感じですね、肌を。あとちょっと食器とかなんですけど、最近買ったのはこれはキントの二重になってるタイプのグラスです。こういうのなんか前から買ってみたくって、でもなんかすごい高いイメージがあって、3000円とか4000円とかするイメージがあったけど、それこそこれもツタヤ書店に行った時に1500円ぐらいだったんじゃないかな。それで、あ、え、安いと思って買いました。カフェとかでさ時々出されて、あ、いいなって思ったりするけど、水滴が周りに出なかったりとか、まあ体温でぬるくなりにくいっていうのはやっぱりこのタイプはめちゃくちゃいいなと思って、でもちょっともう一個大きいの買ってもよかったかなって個人的には思ってます。わかるかな、そんなに、あの何サイズなんだろうこれ。250ml のタイプを買ったんですけど、私ってとにかく水分ガバ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 飲むタイプだから、ちょっとちっちゃかったかなっていう感想ではありますけど、すごい可愛い、買ってよかったなって思ってます。あとこっから最後は同じショップで買ったんですけど、楽天だったからリンク貼っておきますね。コーヒーなんとかですね、これ忘れた、なんて名前だった。ハリオンのプラスチックの使ったんですけど、なんかなるべくプラ製品を卒業していきたいとはいえなんですけどね、じゃあもう一回買ったプラ製品は一生大事にした方がいいんじゃないですかっていう気持ちもありつつなんだけど、プラっていうのがテンション上がらなくって、それもね10年前ぐらいに買ったのなんですけど、ガラスのがいいなと思ってこれを買ってみました。これも普通に毎日毎日使ってて、時々インスタでストーリーでも登場してるって感じですね。で、それをなんで出会ったかっていうと、実は可愛いお皿があって、それがね、二頭萌乃ちゃんの楽天ルーム見ていたら、萌乃ちゃんだったよね、萌乃ちゃんだったと思う。すごい可愛いお皿を紹介されてて、私も欲しいと思って買ったんですよ。これ、まあちっちゃいんですけど、このお皿、可愛くないですか？楽天でね、いろんな色があってね、5色ぐらいあったと思うんですけど、このちょっとちっちゃいタイプのアッシュブルーみたいな、このぐらいサイズがちょっと違うんですけど、3枚だけね、ちょっと買ってみたいなと思って、このお皿を買った時に、そのショップでなんか送料が無料になるところまでお買い物しようと思って見てて、このコーヒーのも見て、あとこれも買った何ってことはないんですけど、はい、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。